アモルの占い処方箋、魔法の言葉でお悩み解決。はい、それで鬼塚さんね、今日はどういうご相談内容ですか？はい、大事な仕事の前の日が、うん、眠れない日がすごく多くて、うん、やっぱり次の日絶対に寝坊しちゃいけないって思うと、うんうん、こう多分それが気になって、うん、なんか気を張ってしまうのか、うん、目が逆にすごく冴えてしまう、うん、まあそうなんだけどねそうなんだけどねっていう答えだよね心の状態の安定させるっていうことを一番にこう考えてほしいかなっていうのがやっぱ出てる。でやっぱりね、頭で考えちゃってるんだと思う。わーって、あ、寝れない、目覚ましかけたかな、明日の準備したかなとか、はい、あれ持ったかなとかね、うんうん、だからその探しちゃうっていうことを自分で分かって、でそのギリギリでやっちゃう、その準備とかね。あー、そう、うん、だいたいこう持ち物の中に全部準備しちゃっとくっていうか、そういう心配性の人は自分のまず安心するような状態をこう常に作っておけば、はい、あ、これが入ってれば大丈夫だなっていうふうに自分で書き換えていく、うん、であとその寝るときね、はい、うん、寝るときに何にじゃあ意識を向けたらいいかなっていうところなんだけれども、はい、呼吸ね、呼吸、うん、結構ね頭に上がる人はどうしてもぐる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 こう、うん、上からいっぱい出てくるのよ、はい、うん、なのでそういう時は自分のこう呼吸、深呼吸をまずして、自分の呼吸がどういう流れになってるのか、あ、息吸ってる、吐いてるみたいな感じ、はい、うん、でそうすることによって意識が頭じゃなくて気持ちがこっちに来るね、うん、なんか無になんなきゃとかね、はい、それも考えてる、考えちゃう、そうそう、はい、無にならなきゃってことはもうその時点で無じゃないのよ、はい、うん、なのでちょっとその内容でね、今日は処方箋を出したいと思います、はい、ありがとうございます。はい、では鬼塚さんと同じようなお悩みを持つ視聴者の皆様にも処方箋を出したいと思います。思考で考える自分に気づき、呼吸に意識を向けていくことで心の安定を得る。大事にしてください。